トゥルトゥ、イェイ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 、トゥルトゥトゥトゥルトゥ、イェイ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 、トゥトゥトゥルトゥ。優しくて明るい面白い男の子、ヒロックでーす。ヒロック。はい、皆さん、こんにちは。今回はね、また骨折しました。指をね、骨折しました。結構めちゃくちゃ痛いんです。まあ、そういう今回の話について話したいと思います。今日ね、僕、まあ仕事で、まあ毎日頑張ってるんですけど、まあ、仕事で、重たい荷物をね、運んでたんですよ。重たい荷物を。で、重たい荷物をね、運んでたんですよ。で、まあ、結構、まあ、100キログラム、まあ、50か60グラムの、なんか、重たそうな、まあ、瓶。まあ、瓶っていうか、まあ、硬い瓶なんですけど、今日持って、指ついしました。中指も持っとったら痛いってなって、で大きなもの持って痛いってなって、でちょっとこんな感じで、まあ先ほどね、まあ、病院にもね行ってきたんですよ。で、まあまあ、すぐ治るんじゃないかって、まあ来週か再来週ぐらいになるんじゃないかって、下手したらもう一生治らないっていうね、まあ、感じで、まあ、言われてて、まあ、僕もびっくりしたんですよ。でこれ、まあ、まあ、前にもね、まあ、一回あったんですけど、今回もう二回目なんですよ。しかも、同じところ、すごいめっちゃ痛い。もうね、まあ、ちょっと言いづらいんですけど、この、ま、中指の爪が、もう、パキッと、折れたんですよ。パキッと折れたんですよ。で、まあ、ちょっとね、結構めちゃくちゃ痛いし、もうちょっと病院もすぐ行って、まあ、病院の医師からちょっとまあこうまあ消毒みたいな、まあ、手術、まあちょっと手術したんですよ。手術で結構ね痛がって、でまあちょっとね、まあこれまあしょうもないんですけど、まあちょっとまあ大事な話ということで、まあ、もしかしたらちょっと動画をちょっとまあもうちょっと、もう、これじゃあ、編集もできないし、編集とか、もう自分で やってるんですよ。まあ、自分一人で。自分一人で編集とかやってるんですよ。まあ、全部主にスマホで。まあ、ちょっと、まあ、結構、これでは、なんか編集ができないということで、ちょっとファンの皆さん、本当に申し訳ないんですけど、やっぱりね、ちょっと、これだけは言っときたいな、と。僕ね、これね、なったのが、今までなかったんですよ。もうちょっと、結構、ちょっと、僕も頑張り屋さん、まあ、僕も頑張り屋さんですし、まあ、仕事で、こう、重たい荷物を運んどって、よくあることなんかなと思ってたんですけど、やっぱり、こんな感じで、ちょっと真ん中、ちょっと包帯で、くるっと巻いとるんですけど、ちょっとなんか爪が割れてて、もうバキバキに割れてて、爪が。で、爪の中からもうバキ割れて血が出たんですよ。で、血が止まらなくてめっちゃ痛かったんですよ。血が止まらない。で、それだけじゃなくて、それだけでよかったんですよ。ガラスの破片が入っとったんですよ。なぜかしら。爪の中にガラスの破片が突き刺さったんですよ。ちょっとちっちゃいやつね。で、その結構めっちゃ痛くて、ちょっと、まあ、病院の医師から取って、だから、結構、めっちゃ痛くて、もうちょっと、まあ、これでもう早く治ったら、早く治ってほしいんですよ、僕的には。YouTube やりたいからって。結構ね、まあ、僕も無理しすぎたんですよ。無理しすぎたんじゃないかって、もう僕もちょっと少しは反省しております。だから、ちょっとね、これが治るまで、ちょっと、まあ、YouTube は控えめようっていうことで、結構ね、まあ、手もね、使うんですよ。まあ、撮影とか、もう編集とかね、一番ね、
手が使うのはね、編集とか片手でねやればいいんですけどね、まあ、片手で難しい僕なので、ね、で手がねこうもうこんな感じで結構痛いというか、今もね痛みがずしずしくるんですよ。でまあ塗り薬とか薬もらって、まあ、またまあ病院にも行ったりするんですけど、やっぱりちょっと今日ちょっと手術してもらいました。ちょっと手術でもちょっと骨折しちゃいました。指をね骨折しちゃいました。初めて、もう人生初めて、今までなかったんです骨折、まあ、骨折経験できたのでよかったなと思います。まあ、しょうもない話なんですけどね、みんなから見るとしょうもない話なんですね。まあ、これだけはちょっと動画では伝えたいという気持ちはぎっしりあるんですよ。だからちょっと、まあ、ドラゴンボールのようにちょっとすぐ治れば、まあ、3つの願いがあったら、まあ、すぐ治りたいなっていう気持ちもあるんですけど、まあ、ドラゴンボールのねロンが空から舞い上がって、おいリュウどうしたんだ、3つの願い叶えてあげようって思って、僕指を治してほしい、あと手直してほしい、結構めっちゃ痛かったんですよ。めちゃくちゃ痛いっていうか、痛いし、もう痛い。だからちょっとファンの皆さん本当に申し訳ないです。まあ、これだけはね伝えときたい。もしかしたらちょっと治るまでちょっと安静にしないといけない。だからちょっとYouTube はもしかしたら YouTube とか SNS とかちょっと休むかもしれない。ほんまに治るまで辛抱ということで、あんまり指を使うなっていうことですよね。もうほんまにね、指を使ったらもう結構もう指って腐るじゃないですか。もう僕もねこれ経験しないんですよ。指を骨折した方ならわかるんですけど、指を骨折した僕初めての経験者ですし、もうまだわからないんですけど、まあ説明がうまく下手くそでごめんなさい。もしかしたらちょっとYouTube もうちょっと結構まあ頑張る、まあ、できるだけ頑張って早く直したいと思います。ちょっとこれが治るまでね、ちょっとこれをね様子を見ながらちょっとまあ YouTube とか SNS もう控えめようと もう自分自身で決意しました。本当に申し訳ありませんでした。結構ね、まあ、僕も頑張り屋さんですし、まあ仕事でちょっと、まあ、重たい荷物を持っとって、結構僕ね頑張り屋さんなんですよ。どっちかというと頑張り屋さんで、まあ、仕事重たい荷物を持つ係だったんですけど、重たい荷物を持つ係だったんですよ。だからちょっとある日突然こうなってしまって、おバカな理由です。本当に申し訳ありませんでした。以上、ワン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 、気持ちよくさせて気持ちよくさせて。